リッキーの件とかじゃないの。それヤンマの件でもないからね。であとクロードね、マックロード、マックロードの件で今日また電話かかってきたんだけどね、今日この2週間3週間ぐらいで7件喧嘩、同じ人間が。俺この間電話かかってきて、後輩ね、マックロードの後輩、マックお前今日言ってたみたいだけど、言ってたけど、キャッチしたけど、マックロードがね、直樹にやんなとね、クリアン直樹にやるなってね、マックロードが言ってたよ、テレビ話でね、お前あ、そんな当たり前なんだよお前な、いや俺の後輩なんだよお前な、はあ、でお前なんか昨日片貝のやつ名前今日聞いたけど忘れてたけど、お前一昨日喧嘩ってやついいんだろな、お前ほんとふざけんなよお前も。一昨日喧嘩売ったやつだよ、片貝で定食屋かレストランやってるやつだよ。お前とかほんとね、クロード君に世話になってるとか、お前そんな関係ねえんだよお前。どこどうしたんだよお前な、関係ねえんだよほんとによ、ほんとお前クロードがお前がメールしたんだろ、ほぼに直樹つぶせみたいな。お前この2、3週間で7件連続で喧嘩になってんだよお前な。だけどお前の後輩とか知り合いなんてね、ちょろいちょさいから、超ダセえからよな、ぶん殴るとかそういうところまで行ってねえんだよ全員。わかる、逆にお前まくられてるぐらいなんだからよ。お前ぐらいが言ってんじゃねえよお前な、俺が言ってんだよお前な、なラッパー、お前の周りのジブラとかよな、その周りのラッパーが出せんだからよな、な、どうせお前俺が作った関東連に世話になってどうのこうなんだからよ、お前やめろよお前、意気合ってんじゃねえってね、マックロード、あとマックロードの知り合いとか言うんじゃねえお前な、一宮あたりでよ、東金あたりでサーフィンしてるお前パーのもな、マックロードの後輩だとかよ、知り合いだとか言ってるやつらだよお前らな、マックロードの後輩とか知り合いだとか偉いのな、全然偉くねえからよな、二度とそんなこと言うんじゃねえぞ、マックロードの知り合いとかよな、おめえらクソだろどもおい、お前今日言っといたからよな、俺の名前言えって、ね、だけど自分でやりますって言ってたよ直樹、お前らわかんだろな、そんなこと抜かすんじゃねえぞお前、マックロードの知り合いじゃねえんだよお前な、生きがってんじゃねえぞお前、マックロードの知り合いって言ったら生きがれんのかお前な、お前勘違いすんじゃねえぞマックロード、おいなあ、なあ、お前言わせんじゃねえぞお前な、喧嘩売んなよ、売らせんなよお前、言っとけよお前なあ、お前やばいぞっつってなあ、お前どうなったか分かんだろお前、おいパパはどうなったんだよお前なあ、舐めてっからだろお前俺のこと、なあ、ああ、もう勘違いすんなよお前なあ、あと稲穂のな会長